があった、素晴らしいスポーツの入りになった秋空のもと、第16回町田市シルバー新人ゲートボール大会に参加した私たち八十路を超えた選手一同は、長年培った技量と経験を十分に発揮しながら、元気よく仲良く終日一生懸命プレーすることを誓います。平成23年9月23日選手代表マルコーブロック鳴海会所属古谷兼義、ゲートボール親善大会の開会式でした。終わります。先生が古谷兼義さんです。おはようございます。